どうも。どうも、お世話になっております。どうしたんですか。今日も仕事勝負じゃないですか。言い方な。え？言い方な。もう普段が仕事をしてなかったみたいな言い方はやっぱり誤解を招くので良くないと思うんですよ。僕は。仕事をしないで有名な大林モータースじゃなかったんですか。はい、まあ、それは確かに1里も2里も3里もあるけど。しかも、はい、あんまり進んでないじゃないですか。そうなんよ。進捗が悪いよ。非常に。やっぱりな、はい、なんかな、マンパワーって大事なんです、はい。知ってますか。知ってます。え、知ってるんですか。はい、我々のような労働集約型の仕事にはね、はいはいはい、マンパワーいるんですよ。そうなんですよ。どうやらなんか最近改めて気がついたんですけど、はい、あの自動車整備のお仕事ってね、はい、労働集約型っていうらしいんですよ。知らんかったんですか。いや、うすうす感づいとったんですよ。うすうすね。はいはい、うすうす感づいとったんですけど。はい、でなんかどうやらその労働集約型と言われるような業種で、はいはい、人が少ないとどうなるか。そうですね、はい、仕事になりません。そうなんですよ。仕事にならんどころか、はい、もうあの何もならんのですよ。本当にそうなんです。仕事以外のこともならんようになるんです。ならんのです。本当に、はい、これ困ったことになっとってね。どうしたんですか。え、いやいや、曽田さん、え、やっぱりね、定期的に訪れるアルマゲドンが今回もやってきました。何ですか。はい、恐怖の大王が。あ、やっぱあれですね、はい、T シャツと同じで、はい、ブラックブラックな小林モータースから。そうですね、またあれですか、マンパワーが一つ。そうです、マンパワーがこぼれ落ちたんですね。マンパワーが一つこぼれ落ちて、はい、あのしまったので、まあ、こぼれ落ちたというか、こぼれ落ちさせたというか、なんというか、ね、いろいろあったんで。いろいろあったんで、僕もいっぱい愚痴聞いたんで、はい、分かってますが、はい、大変やな。まあでもさ、うん、いやちょっとな、そのまあもうここまでいたらもうあのね、はい、あのいつも動画を見てくれてるおじさんたちは、はい、おばやさん、おばやさんと、うん、皆まで言いますが、もう分かりました、分かりました、あなたのことはもうだいぶ分かっとると、はい、だからもう気にせずっていう人もおるでしょうが、うん、まあちょっと俺の気が済まんけん言わして、うん、やっぱね、技術的なミステイクは、まあ、僕なんぼでもいいと思います。なんぼでもっていうわけではないけど、なんぼでもいいです。もうそれはね、しょうがないじゃん、まあ、ある程度やるときはやるしね、やるときはやるしね、はい、まあそれが例えばまあね、まあこんなこと言うもあれやけど、まあ割とちょこちょこ続いとったとしても、うん、まだそれはまあそうです、はい、ちょっと俺的にはこう許せる範囲やった。許せる範囲というか、まあもうしょうがないかって思えるというか、はい、まあ、僕もあの今までだいぶ鍛えられてきたのでね、はい、ちょっと半端ない鍛えられ方しとるから、あんまり一般的にはならんけど、まあほら、まあ、だいぶ鍛えられとったじゃないですか、はいはいはい、そうですね。なんであの、まあ、別に大したことないわぐらいに思ってたんですよ、はい、そしてもね、やっぱね、一つだけね、僕はね、許せないことがありました。どうしたんですか。やっぱね、うん、嘘をつくのはいかん、うん、嘘はついてはいけませんって感じですね。本当にそうですか。そうなんよ。じゃあもうあれやな、これからもう YouTube 撮るも大変やけん、うん、ここに、うん、こんぐらいの高さで、うん、スタンドを立てておいて、はい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 、で、はい、作業動画をひたすら垂れ流す動画。そう、マジで、うん、独り言をひたすら言いながらそれさ、なんかさ、それさ、それはそれでどうなん。いや、こんぐらい、こんぐらいの高さで立てとくから。マジ、うん、まあ、このミルウォーキーのあの、そうそうそう、上ぐらいにペタってつけといたらちょうどいい。マジっすか。で、ずっと独り言言おうから、多分誰ももうあいつ危ないやつやってないから話しかけてくれんやんなるから大丈夫。そうやん、それはどっちかっていうとあいつ危ないやつやんってなるやつやん。どっちかっていうと、それはやっとるから大丈夫やって。え、ほんまに？やっとるから大丈夫や。ほんまに？はい、そうなんすかね。でも皆さんお気づきですか、だいぶあの編集が簡素になっていること。それはだってあのみんな下のテロップ邪魔だとかっていうコメントがただ入っとるぐらいなんで。なんか入っとったな。もう俺はあれを見た瞬間にもう絶対二度と編集なんかせんかなって思った記憶があるわ。できんことはせんでええんですよ。そうですね、なんで
あのまあ、ということでマンパワーが不足しました刑法が今発令しておりますので、はい、まあ、この刑法がいつ開けるか分かりませんが、うん、その刑法が出てる間はもう編集なんてことをしてる余裕はございません。そうですね、はい、ちょっと大林さん遊びに行っていいですか、いや来なくていいですってなるそうそうそう、まさまさ遊びに来なくていいですってなるパターンですし、それは夜7時に来てもらって僕に飯をおごってくれるんだったらいいですよ。あ、そう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 、そのレベルになっちゃうので、はい、まあ、まずちょっとそのあたりあのお見知りおきいただけたらと思うのと、まあ、で、まあ、YouTube の方とかそんなに関しても、まあ、あの撮るのはねまだ100歩譲って、まあ、何とでもなるんですけど、さすがにあのちょっと夜の時間も割と最近もうあのお仕事することが増えましたので残念ながら増えましてですね、はい、そうするとですね、あの編集してる時間もちょっと取れないんですよ。そうでしょうね。なんで編集もね、はい、外注することにしました。外注ですか。はい、頭つけて後ろつけて音量調整してなんとなくタイトルをつけるぐらいだったら、はい、なんと誰にもできるということが分かったんですよ。知ってます。そんな YouTube の奥義言ってしまっていいんですかこれ YouTube の皆さんあれやで、はい、有料チャンネル級の情報、そう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 、もうあの誰でも YouTube の更新ができる秘訣みたいな感じでね。あれですか、はい、三宅ちゃんに、え、三宅ちゃんに、三宅ちゃんだけじゃないです、だけじゃない、やっぱりね、はい、チームなんですよ必要なのは分かりますか曽田さん、チームなんです。我々、私に欠けていたのはチームという考え方、はい、分かりますかこれが。今頃、え、今頃、いや今頃って言わんとって、それでも気づいたんやけど、うん、ね、そしてチームとしてということなので、はい、僕が撮った動画のこの GoPro のデータを、はい、ドライブに上げますそうすると、はいはいはい、はい、そう、 Google ドライブ上げますと、はいはい、上げますね。そうすると三宅ちゃん、はい、もしくはクリス、はい、もしくは三宅旦那、はい、なんと旦那まで巻き込んでいます。旦那まで巻き込んの、旦那まで巻き込んの、すごいな、もうみんなあれやな、え、セカンドワークの塊やんか。そうそう、なけん、まあ、頼むわっつって、なんであのじゃあこの間ね、だからほら、はい、あのもう森の熊さんのところで、はいはいはい、あのね、焼肉会をしたじゃないですか、はいはい、まあ、その次の日ね、はい、まんまとあの夜行中のように寄ってきた、うん、そのクリスと、うん、まあ、ちゃんみや夫妻とに、はい、あのあとまあ森の熊さんもおったけど、はい、君たちと、はい、のんきに日曜日を謳歌してる場合いかねえと、はい、こっちは仕事をしているんだとねっつって、 お前たちはいつも通り来てと、うん、ね、やれ一人はシムに乗り、やれどっかの夫婦はなんやかんやっていう楽しいおしゃべりをしつつ、はいはいはい、そんなことはもう許しませんと、うん、俺の仕事を何か手伝えることを考えようみんなでって言ってクズどうやったらこうあの大林さんを助けられるかをみんなで考えようっていう、はい、あの時間を取ったんですよ、ね、そうですか。じゃあ俺今度言うとこはなんて甘やかすなそうです、そうです、とことん泥のようになるまで働かせて甘やかすいやいやいや、ほんでとりあえずそこで出た結論っていうのが、はい、そう、とりあえず YouTube の、 あのあれに関してこうみんなでシェアをするようにすれば、はい、まだ我々でも手が出せるんじゃないかっていうから、じゃあその案を採用しますって言ってで、じゃああの どうしたらいいでしょうかってなって、とりあえず頭とお尻とつけて、そうですね、でなんかあの適当にタイトル考えてアップロードするぐらいまでだったら多分みんなで協力すればできるんじゃないかっていう話になって、ね、まあ、ついでに、はい、ショートも一緒につけてん、冒頭だけだ、ショートもだからこの間、うん、日曜日は、そうです、日曜日はね、うん、もうあのあれですよ、あのちゃんみやが旦那にこうやってショート作るんやでって言って教えてました、うん、あれは多分ちゃんみややらんようになって、はい、もう旦那になすりつける気満々やと思います。 あれはそうですね、もうそこまで読めました本当に、まあ、ショートがないと最近ね伸びないんで、そうですね、いや本当にね、あの再生回数ひど変わってないんですよここ数ヶ月、そうそうそう、だけどめちゃくちゃ収益が、ね、収益落ちとるよな。このままでは皆さんあれですよ、大林モータースチャンネル終了の危機ですよ。いやそうよ、だってもう僕たちが興味がなくなってしまったら、はい、終わってしまうんで、見てくださいこのあの今ライトの電池がもうやる、ライトの電池が終わった時と同じようにもうあの我々もなくなるわけですよこれ、ですね、収益がまあ多少なりともあるけんな、まだあの時間を取ってできてますけど、みんなで飲み会しようぜとか金も出せるけど、はい、そうです、これはもう今の収益のままでいったら、はい、もう我々めんどくさいっていう方が勝つんだよそうですね、はい、なんであの日々のねこの、 あのどうでもいい明日忘れてもいい話を聞けるっていうチャンネルは、
多分あの経由だと思いますので。そうなんですよ。なんでね、メンバーさんにしっかり入っていただいて、はい、お布施をしていただいて。そうです、ね、もっと言ったらね、例えばですよ、はい、このあの僕らのこのいい話がですよ、はい、聞ける、これはなぜ聞けるかね、YouTube がお金を出してるからですよ。そうです。これあとはうちの通販部門の売り上げがちゃんと維持できてるからですよ。そうなんですよ、ね、あ、先日、はい、オイルが200リットル売れました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあもう、はい、やっぱ入れる1リッター、1リッター早い輸入せんかったらうちもう在庫ないんです。そうなんですよ。なんであの1リッターワグナーの1リッターの方もね、はい、多分年内か年明けかぐらいか分かんないですけど、はい、には、まあ、販売開始できるようにあの動いておりますので。そうですね、はいはい、そちらの方もまたやっていきますし。ただ残念ながら、はい、どうですか、為替が、あ、そうそう、大変なことになっとんで。大変な、ちょっとやべえっす。値上げですね。値上げですね。値上げは絶対もう多分マストですね。そうですね、もう値上げはしないと多分無理なんで、はい、値上げはしますが、まあその値上げ幅ができるだけまあ少なくて済むように頑張っておりますが、頑張っておりますが、まあちょっとなんで、もしかしたらね、あのまあ200とか何本か買われるお客様いらっしゃるじゃないですか、うんうん、その人たちはもう1リットルを買った方がいいやもしれないぐらいのちょっと価格設定ができるかもしれないですね、はい、ですね、はい、であとはまあ業務向けというか、まあ、あの法人様の、まあ、施工業者さんね、自分のところの自社の例えばトラックを使うとか、はい、まあ、自分のところの社用車を使うとかっていう方は、まあ、法人登録していただいたらまたそれはそれで別途、はい、あの価格提示の方はしようと思いますので、私のサイトから売り付けさせていただきますので、はいはい、またその時はねぜひよろしくお願いできたらと思いますので、まあ、そんな感じで、はい、ということで珍しくあの喋りながら手を動かしながらずっとやっていた大橋少年でございますが、もうこれからはこのスタイルやる。そうですね、もうあのね、なかなか座ってね、多分ね何かをする余裕っていうのがなくなるので、はい、てか暑いわここ。いやだけちょうどええや、あの見積もりもしとったやろ、もうあれもするけ。俺も空調屋さんからまだですかまだですか、大林さんとこあれ空調まだですかって言われようで。そうやろ、多分値段上がるんやと思うね、うん、あ、ほんま、うん、じゃあ空調入れとくか。買った買うか、もう空調もな、すか、もうほら、どうしたんですか、自分が暑いと思ったら行動が早い。いやいや、もともと入れるつもりやったけどもみたいなやったけどもみたいな、うん、その一応出しとる補助金の採択どうなるかなで思いよったけれども、けれども、けれどもね、もう暑いですわこれ。もうね、やっぱね、労働環境とはやっぱ大事なんで、なんでね、あとなんで、もし周りでね、あのこんなブラック企業でも働きたいという方がいらっしゃいましたら、またお声かけお待ちしております。はい。え？え？はい。もしそんな方がいらっしゃいましたら、そうですね。はい。難しいと思います。はい。僕も難しいと思いますが、はい、まあ一応声だけかけておきます。ラッチしに行こう。まあね、あ、でも今ねあれですよ、いろんなところにねあれしてね、うん、あれしてあれしてね、でね、あのほら高校の元担任にも声かけたんですよ、はいはいはい、なんかおらんかって言った、なんて言ったと思います？おらんって言ったよね、うん、わしの車とバイクやってもらわない関係、下手なやつ入れれんけん、ちょっとなかなかおらんかもしれんって言いやがるわけですよ。そんな選別せんでいいんですよ右も左も分からない高校生を、まあ、とりあえずぶっこんで、もうあれですよ、あのもうブラックがホワイトに見えるように教育していけばいい。そうですね、黒も白ですよっていうレベルでね、はい、もう本当に、ね、なんでもうあの下手に頭が働く人を連れてきていかんので。そうですね、もう本当にそう、傭兵かもう真っ白かのどっちかでしょうね。小林さんが求めてるのは奴隷なんでひどいひどいっすーつって言わないかな、はい、まあ、ということでね、じゃあそんな感じで、はい、まあ、皆さんいろんな変化がありますが、はい、僕も負けずにいろいろとあの自分のやりたいことをやるために頑張っていこうと思いますので、はい、また次回どこかでお会いいたしましょう。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップをよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。